コンバットは、ベ b C で1962年から1967年まで放送されたアメリカのテレビ番組、第二次世界大戦下でのアメリカ陸軍不評連隊のある分隊の活躍を描いている。日本でも吹き替えにより、全152本が放送され、60年代を代表する海外ドラマとして、現在も知名度が高い。ダブル主演のジェイソンとモロー。 第3話、あるドイツ将校を撮影中に、時は、第二次世界大戦末期の1944年初か、ところは、フランス国。アメリカ陸軍第361不評連隊第三大隊系中隊に属する、第二小隊の隊長ギルバート・ヘンリー将尉と、将尉期下の一分隊を率いる隊長チップ、サンダース軍曹を中心とした不評たちのヒューマンドラマである。 ヒューマンドラマと言われるゆえんは、物語の主題が軍事ではなく、戦争を通じた人間模様を描くことにあるためである。このため戦争は舞台に過ぎず、第1話以外は特別に戦争の展開と物語はリンクしておらず、史実の具体的な内容はストーリーに反映されていない。1944年6月6日結行の、 オーバーロード作戦から物語がスタートし、第二次世界大戦末期の西部戦線が舞台で、あったが架空の作戦や架空の戦線でドラマは進行する。パリの解放といった具体的な時期を推定できる事象もほとんど登場しない一方で、各エピソードには心理的葛藤などを題材としたテーマが毎回設けられていた。カラー化に伴う制作非行動などにより5年目で、 打ち切られたため厳密な意味での最終回は存在せず、終戦まではついに描かれなかった。ただ、打ち切りが決定したからか、第5シーズンの話の中には、登場ゲストなどが終戦が近いことを伺わせる、発言をしている場面がある。また、仇役とされるドイツ兵についても、決してただの悪役としては描かれておらず、むしろ、ドイツ兵の日常のさりげない描写を通じて、 主人公のアメリカ兵たちと大差のない、同じ人間として描かれている。もちろん、舞台は戦場なので戦闘アクションシーンも多いが、人間の内面を描くドラマであるがゆえに、全くアクションのないエピソードもある。基本的に、兵士個人の視線で描かれ、戦争のひどさ、戦争とは、人間とは何かとの深いテーマを扱っている、ドラマである。セットこそ制作費の都合上。 使い回しが目立っていたが、その反面、ドイツ兵やフランス人役を演じた俳優の中には、ドイツ語圏、フランス語圏の国出身の俳優や、ドイツ語やフランス語圏の国にルーツを持つ俳優が多く、起用されている。5年間に、前後シーズンとして、制作、放送されたが、放送順序は、制作順とやや異なっており、放送された順序も、アメリカと日本では、 若干異なっていた。当初は白黒で制作されたが、最後の第5シーズンだけはカラーで制作された。日本での放送順では、第1話、ノルマンディに上陸せよから第127話、丘は地に染まった後編までが白黒。第128話、ならずも舞台から、最終回の第152話、さらば戦場までがカラーである。第66話、軍曹が死んだの。 ワンシーン。トンプソンサブマシンガンを構えるモロー。隣で M1 ガーランドを構えているのは、ガ岩二等兵役でゲスト出演したサルミネオ。TBS 版その他登場人物、演者、日本人吹き替え声優の順。コンバット。は、話によってゲスト出演のスターが出てきた。ここでは登場した一部のスターを紹介する。コンバット。 の初放送から35年後の1997年にノーカット新吹き替え版が白黒の127話の中から厳選されて40話制作され、東芝 EMI から VHS が発売された。これは初回放送時間枠及び再放送時間枠の都合などでカットしたシーンが加えられたノーカット版となっている。しかしこれの制作にあたり、 サンダース軍曹以外の吹き替えの声優が一新されたり、それぞれの話のセリフが変えられたりした。この吹き替え版が制作されたことにより、以前制作されたものはオリジナル吹き替え版として区別されるようになった。この故障は単行販売の VHS などにも使用されている。登場人物、日本人吹き替え声優の順。1995年にはアスキーからこの テレビドラマ作品を題材にしたスーパーファミコン用ゲームソフトサージェントサンダースコンバットが発売されている。ジャンルは戦車などの機動兵器が登場しない不評戦のみのウォーシミュレーションゲームで1ターン内でしゃがむや歩服前進などの他の作品ではほとんど見られない不評の行動を細かく指示ができるシステムとなっている。ありがとうございます。